こんにちは、伊藤明です。私のね、今手元にある箱、これがですね、カシオのプロトレックスマート WSD-F30 ですね。来ちゃいましたね。まあ去年発売前にね、レビュー用という形で、お貸しいただいたんですけども、やっぱりね、F30、ちょっと手元に置いておきたい、これを使っていきたいという思いがありまして、今ここにあります。まあ年末オズモポケットを買い、そしてさらに直近の動画では、GH5S を買ってなんて言ってましたけども、まあこれはね、これまた別ジャンル山のものですから。だし去年から予約が始まって、あ、なんかカメラの調子が良くないな。はい、というわけで何かをごまかしましたが、ちょっと上げていきたいと思います。で、今回はですね、まあ、今までレビューという形であんまり設定とかね、初期のことについて触れなかったんですけども、改めて箱を開けてから、どういう風に使っていくのかっていうのを、一緒に見ていきたいと思います。それでは、待望の、さあ、もうこれサムネイルでバレてるかな。サムネイルでバレてますけども、色は何かな。はい、こんな、おー、取れた。じゃじゃーん、やったオレンジですね。レビュー用でねお借りしたのはブルーのやつだったんですけども、まあ、3色、ブラック、ブルー、あとこういうオレンジっていう色なんですけども、なんかね、そのレビューを青でちょっとレビューをしてて思ったのは、やっぱりね F20 は私オレンジ持ってるんですけども、その色の方がしっくりくるなという感じがしたので、でオレンジにしたと。まあ、色揃えました。はい、これ取れねえな取れた。はい、こんな感じで今ビニールに入ってますね。でこれ充電器ですね。マグネット式の充電ケーブルと USB 接続のアダプターですね。はい、これでも充電あんまりされてないかもしれないですね。どうかな。じゃじゃん、やったぜ。じゃあとりあえず充電がされているかどうかだけ確認して、そしたらちょっと、時計のみをね移して見ていきたいと思います。このねタグがいいですよね。じゃあパワーボタンを長押ししてみます。長押し来ないなあ、来た来ました。起動はしましたね。もうなんか起動してからのこととか忘れちゃってるんで。はい、でこれはね、ウェア OS が立ち上がってるとこですね。Windows でいうとこのさ、旗が出てるとこみたいな。なので、とりあえずね、このくるくるの時はほっとけばいいと思います。はい、W、ウェア OS って出ましたね。by Google。ん？あ、いきなりなんかドイツ語みたいになっちゃったな。いろんな国の言葉でタップしろと出てきますね。トカパラエンペザール、プレシオナパラコメンザール。はい何語か分かんないんで日本語が出てこないですね。あ、これはアラビア語的なやつですか。これはアラビア語的なのは、はい、長いですね。タップしましょうか、そろそろ。あ、もう日本語出てきませんでした。はい、はい、タップして、あ、これで言語選択ですね。言語選択出てきました。とりあえず言語選択まではこの私の、自撮り状態で撮っていきますが、あ、もうすぐだ、もうすぐ来た。はい、言語選択をします。はい、スマートフォンで次のアプリをダウンロードして起動します。プロトレックスマートは、まあ、スマートフォンとね、つないでこその、時計となるので、まあ、私の場合 iPhone ですけども、まあ、Android でも iPhone でも、このプロトレック用のアプリがあるんで、それをダウンロードして使っていきます。はい、それでは続きをやっていきます。Wear OS ね、これ今私 iPhone 版ですけども、これ今ダウンロードしました。もしかしたらね、前の情報が残ってないな、大丈夫だな。ダウンロードしたてだとこういう感じですね。設定を開始、この辺もとりあえず同意する、機能向上、まあ同意するでいいや。 Bluetooth の共有、まあ有効にしておきましょう。最初はね Bluetooth でつながりますから。はい、
今もうすぐ出ましたね。時計の接続という画面で WSD-F30-6345 というのはシリアルナンバーなのかな。これをタップすればいいですね。はい、接続しています。はい、ペアリングしますか、求めています。要求が来ましたのでペアリングをします。時計に関する情報取得中、接続用コードの確認。あ、ちょうど今両方出ましたね。 8181ZZ OK、 確認ボタン。スマートフォンで設定を続けてくださいと時計の方には出ています。今これ待ちですね。はい、最新アップデートを入手という画面になりました。時計を Wi-Fi に接続してください。うちの Wi-Fi にしてみようかな。967の、つながったみたいですね。時計にコピーする Google アカウントの選択、とりあえず自分のデフォルトのアカウントにしようかな。どうしようかな。はい、はい、アカウントを時計にコピー中ですね。今度は Google のパスワードを入れます。はい、次はカレンダーの確認。通知を受け取るためにはスマートフォンのカレンダーを同期してください。私 iPhone のカレンダーで、スケジュールを管理してないのでここは一回ねスキップします。通知をすぐに確認。通知を表示する許可、とりあえず許可にしておきますね。まあ、バッテリーのね、問題でこういうのは後で切ったりもできます。チャットはとりあえずスキップしとこう。地域情報、位置情報を使用して天気情報を提供すること、時計に許可するにはとりあえず、位置情報アプリの使用中のみに許可しておきます。終了の処理に最大5分かかるみたいです。はい、設定が終了しました。時計の方もウォッチフェイスに変わりましたね。時計のアップデートが公開更新されていますって出ましたね。アップデートが公開されています。これ更新、時計でやりなさいと、時計でやりなさいと言われました。じゃあ今度はスマホはいらないですね。そして時計の方が、勝手にというかですね、何かをし始めてますね。 Google Play 開発者サービスの更新、これいるのかな。とりあえず更新をしときますか。これ勝手に、あ、始まるやつですね。ピントが来ませんでしたが始まりました。はい、ダウンロードのね、はい、ダウンロード着々と進んでいきます。はい、開発者サービスよくわかりませんが、インストール終わりました。で今 Wear OS へようこそって画面が出ましたがすぐ消えましたね。はい、詳細、各方向にスワイプしてください。各方向にスワイプ上、これなんかメッセージが来てますね。別の方向に右にスライドで、Google Fit が出てきますね。でこっち左、こっち通知関係、なんかいろいろなね、いろいろな位置情報が出てきちゃうんでモザイクが多くなってますけども、今度はこっちは違う、今度上から下か。これで、簡単なね機能へのアクセスが表示されます。ボタンを押してアプリを表示、まあ、チュートリアルが今始まってるところですね。押し方が悪かった。はい、もう一度押すと戻ります。ウォッチフェイスの変更は長押ししてくれと。はい、で、私がね気に入ってたのはこれかな。あ、違う。で他のウォッチフェイスを見るで、タップするとお気に入りに登録できます。で私はねこのデジタルエレメントがね良かったな。これにしてみます。時計をぜひご活用ください。はい、これでチュートリアル、おしまいな感じですね。で基本的に最初のこのねスキンの表示だと上に日付で真ん中に時間、左に充電、今 64%、購入時で入ってましたね。で下に、今予定、カレンダーの予定っていうのが入ってますけども、じゃあこれカスタマイズしてみますかね。
長押ししてウォッチフェイスの選択で下の歯車を押すと、カスタマイズができるようになります。データでどこをどうするか、まあ、日付バッテリーはいるでしょ。下のこのカレンダーってのは使わないんで、例えばですね、まあ例えば日の出と日の入りとかにしときます。で右のとこ、足せるんですけど、まあこれでいいでしょう。戻ってでスタイルっていうのもあります。ダークでホワイトっていうのもありますね。とりあえずダークでいいかなと思います。で今下を日の出日の入りにしましたけども、位置情報がねえぞってことで何も出てないですね。おそらく室内でやってるからだと思います。続いてこのマップボタンを押してみましょう。カシオが提供する機能を使うために位置情報マイクへのアクセスが必要です。 OK。 モーメントセッターにこの端末の位置情報へのアクセスを許可しますか。はい、音声の録音を許可します。まあ、今ここのねマップのボタンにそのモーメントセッターっていうその地図のアプリが入っ割り当てられてるんで、デフォルトで、すぐ地図が出るようになってますが、まだ今現在地を、取れてない状況ですね、 GPS の方は。じゃあ次は下のツールボタンを押します。まあ、コンパスとか、標高とか気圧とかその辺の情報出てきますが、今ここ日の出日の入りがデモになってるのはやっぱり位置情報がまだ取れてないからでしょうね。態度グラフとか、使うことができます。で、下のね通知のところを見ると6件のアップデートがあると、いろいろモーメントセッターとか、ウェア OS 自体とかね、じゃあこれ全て更新にします。全て更新でこの隙に充電したいと思います。これ電源が取りにくいのでとりあえずモバイルバッテリーを持ってきました。これでここにちょんとつないで、ちょっとケーブルに引っ張られてますね。今モバイルバッテリーの電源をオンにしたら赤いランプが光って充電が開始されました。で今ね更新の作業中なんですけども、タップするとねまた戻ってこれます。 Google アプリのインストール中とか、Google Fit のインストール中とか今みんなインストール中なのでかなり、待ちになるかと思います。でこの間にですね、あ、日の出日の入り日の入りの時間が出てきましたね。ということはマップを押すと、あ、自分家の地図が出てきましたので、今位置情報が取れている状況ですね。そこからですねちょっとしたカスタマイズをしようかと思います。このボタンを押して設定設定ですね。まあここ行き方はねこういう上から上スワイプでもできるんですけども、例えばですねカスタマイズ、ハードウェアボタンのカスタマイズっていうのがありますね。これ一回、前の動画のコメントで聞かれたんですけども、このねボタンに何を割り当てるかっていうのがあります。で今のところ上がこのマップのロケーションメモリーで、右下がコンパスとかのツールになってますね。でそうだ、今まだヤマップを、インストールしてないんですけども、私はヤマップをインストールした時はこのマップのところにもうヤマップを割り当てています。これ押すと、どのアプリにするかっていうのを選べるので、はい、こういう形でカスタマイズしていったりもします。はい、ではだいたいアプリの更新終わったみたいですね。その状況を見るにはプレイストア見てみます。そうすると、マイアプリのところ最新更新済みのところに、さっき更新をねしたのが出てきます。ウェア OS もインストール済み、新しいものになってます。じゃあ今度はここからプレイストアで、新しいアプリを入れたいんですが、どうすんだ。はい、もう一回起動したら出てきましたね。これねおすすめとか、いろんなねアプリが選べるんですけども、私の記憶ではこの辺からねヤマップにたどり着くことがあんまりできなかったので、この検索ボタンを押します。で、じゃあ音声でやってみますかね。マイクヤマップヤマップ、はい、2回目で成功しました。
はい、検索結果出てきました。ヤマップ出てきましたので、これを、インストールします。はい、でヤマップインストールしたら、今度はまたスマホのヤマップと連携する必要があります。こっちのね、とりあえずヤマップを開いて、マップに位置情報のアクセスは OK、メディアへのアクセスも OK、ヤマップを始めると。スマートフォンにヤマップアプリをインストールしてログインしましょう。ご利用のスマートフォン、 iPhone、 スマートフォンのヤマップを開いてくださいと出たので開きます。今これ私設定の画面になってますが、だいたいこんな画面ですね最初ね。ここからマイページプロフィールを開いて、最下部のスマートウォッチ連携から以下の QR コードを読んでください。これね、場所変わったんじゃないかな。プロフィールの最下部にそれないんで、この歯車ボタンね、サポートその他のとこに実はスマートウォッチ連携があります。これを押してペアリングを開始。はい、そして時計に表示されているQR コードが出てないな。ここですね。今ちょっと分かりにくかったと思いますが、QR コード読めました。これで今スマホと通信して、時計の方が私のヤマップにログインしている状況ですね。スマホの方ではもうすでにペアリング完了と出ています。時計の方は情報の更新中ですね。じゃスマホもいいですね。はい、OK ですね。スマートフォンのヤマップを開いてください。登るからウォッチで、ご利用したい地図を選んでください。で、スマートウォッチに地図を転送しなさいと。じゃあせっかくなんでこれもやってみますか。はい、そしたらスマホの山アップの方から、登るを押して、山を探します。私今度ねオフ会でまた高尾山に登るので、高尾山、高尾で検索して高尾山が出てきました。で下にも地図をダウンロードというのがあるんで、まずスマホに地図をダウンロードします。まあ無料地図で全然 OK ですね。はい、ダウンロードできました。OK ですね。これ一回閉じて、でもう一回登るのとこ見ると下にね、ダウンロード済み地図登るっていうのが出てくるんで、それを押すと今までダウンロードしてきたのが出てきます。でこれの詳細ですね、押すとこのね下の方、地図の下の方にスマートウォッチに地図を転送が出てきます。これを押します。でこれもさっき無料地図だったんで無料地図でいいでしょう。そうするとこっちに、通信中地図のダウンロード開始しましたってのが出てきましたね。こういう時もね充電器につないでおくことを推奨していますとなっているので、今私もつないでいます。はい、地図を読み込み中になりました。はい、もうスマホいらないですね。でこういう作業はね、山行ってからやると、Wi-Fi にね繋がんなかったりして大変なんで、スマホでテザリングしたりね大変なんで、家でやることをおすすめします。はい、高尾山のね地図が無事ダウンロードされました。これで、登るときにですね、こっちだっけな、こっちかな、そう、このスタートボタンを押せば記録が開始されます。でさっき言ってたカスタマイズですね、今度こっちから設定いこうかな。上のとここうやって出して、ここにも設定入れるんで、はい、ここで、カスタマイズのハードウェアボタンのカスタマイズ、右上をロケーションメモリーからヤマップに変えちゃいますと。はい、でホームに戻ってマップボタン、ここですね、押すと、はい、もうヤマップが出てくるとね。でこれ上スワイプしてここを見るとね、地図の切り替えもできるんで、他の地図ダウンロードしても使えるようになれます。はい、ザザッと私なりのセッティング、見ていきましたが、参考になりましたでしょうか。あんまりね私スマートウォッチとしての使い方を考えてないので今は、そういった設定していませんが、とりあえずこれで、山登りにはもう使えるようになってます。で、山登りの時はね、通知とかいらないんで、私はもう機内モードにしてバッテリーをセーブしています。まあ、この機内モードの状態でももちろんヤマップは普通に起動して地図を出してくれますし、現在地に行けばちゃんと現在地が出るようになりますので、
私は外で使うときはもう機内モードにしちゃってますね。そういう感じで私なりの F30 初期セッティングをやってみました。はい、という感じで、改めて WSD-F30 の方の、開封初期設定をしてみました。でね、私持ってるのこっち、F20 も持ってるんですけども、比べた感じどうでしょうかね。まあこういうのは前の動画でやったんでもういいんですけども、大きさの感じ、同じ色で見るとね、より違いがわかると思います。こんな感じですね。まあ基本的にはこっちの F30 の方が、後継機種になるので、まあ、こっち F20 をこれから使うことほとんどなくなると思うんですけども、まあ、すぐにね、なんか処分とか考えていなくて、まあ、もしね、バックアップとかそういう用途で使える、そんなハードな登山しないと思いますが、があれば、出番があるかなとは思ってます。というわけで今回は、発売されたばっかりの、プロトレックスマート F30 の開封初期設定をしてみました。それでは。